はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイ続きやっていきたいと思います。今回は、街の探索をしたいと思います。もう、そして、以前発見した街のところへ来ました。では、早速、探索しましょう。ゾンビが、もういますね。あ、なんかいっぱいおるぞ、あれ、前に。あ、一緒、やった、一緒の、青い一緒の、やった。いいね。幸先のいいスタート。しかしゾンビが、なんか大量に、あそこ、なんか動物を追いかけてんのかな？よし、島のうちに、行きましょう。この建物は何なんだろうな。そもそも焼けた森自体、町、来るのは初めてなんですよね。焼けた森あんまり探索しないから、なんでしょうけど。大きな街っていうのはなかなかないですね。よいしょ。死なない、なかなか。しぶといな。殴るか。ほら。うわぁ、めっちゃゾロゾロ歩いてる。やばいな。あれに見つかると、もう、探索どころじゃなくなるんで、とりあえず、避難しよう。微妙やな。いらねえか。パーツだけ一応もらっとこう。ここの建物に入りたい。なんだこれ。お、なんだこれ。ハッチ。え、こんなとこに地下が。すげえ。隠れれるぞ、これは。なんだここは。あ、これがあれか。地下のあれか、新しい、施設的なやつか。噂には聞いてたけど、見るのは初めてですね。しかもこの箱がある。いいね。何が入ってるのかな。ツール系か、武器系か。ツール系っぽい。おー。なるほど。スコップ。ぶっと喋る。なかなか、品質のいいものが入ってますね。いいぞ。これはいいぞ。近いし、比較的安全そうやから、ここで、あれやね、一晩過ごしてもいいかもしれない。そして、お、スレッジハンマーの設計図。と、また、青の、あれか、クワか。僕は別にいらねえな。二つも怖いらねえから捨てるか。これは？鉄のドア。鉄のドア別にいらねえな。かさばるからいらねえ。よし。この奥はどうなってるんだろう。ああ、防空壕的な。シェルターなんよね。すげえ。シェルターか、ちゃんとした。機械とかもあって、すげえな。お、あー、いや、フレーム、別のフレームか、別にな。あー、ゴミはいらんね。いらない。これすげえな、機械。お、あー、別にいらねえか。この機械は壊せんのかな？あ、壊せる。すげえな。鉄とか手に入るのかな？ロッカー。うわ、めっちゃ服入ってるやん。うわぁ、結構品質いいの出るな。スキルのおかげかな。それともここが結構貴重な施設やから、品質いいのが出やすいのかな。お、ロッカー。帽子。いらねえな。お、扉がある。あれ、ここは鍵かかってるぞ。マジかよ。破らないと。
わ、結構広いぞ。すげえな、この施設。すげえ施設や。拠点にできそうな勢い。こんなでも街の中拠点したないけど。お、どうだ？おー、これはいいじゃないか。宝珠の道具ですね。宝珠の新しい、アイテムを作るための道具。スコップ、黄色別にいらねえな。見せてよ。よし。めっちゃ広いぞ。とりあえず上？上は出口かな。あ、なんか車が見える。外っぽいね。あ、壊れてるわ。すげえな。こっちも扉あるぞ。あー、鍵かけてるからな。めんどくさいんだよね、開けんのが。よくハッチだけ鍵かかってなかったな。あー、これも外っぽい。駐車場っぽいな。そうか、あの建物がそうなんやな。よし、じゃあ下から見よう。よいしょ、いた。お、狭、倉庫的な感じ。空か。ロッカーは。あ、また服がいっぱい入ってる。すげえな。コート着てもいいんやけどな。まあ別にいいか。オッケー。お、おー、ネイルガンです。来た、これ。ネイルガン。品質は最悪やけど。品質そもそもあんのか、これ。色はついてるからあるけど、数値が出てないな。耐久値は半分しかないけど。あ、でもいいね。ネイルガンはかなり嬉しいアイテム。修理とか、壊れた壁とかを強化したり、修理したりするのに、一瞬でできるんですよね。今まで一生ので、何回かクリックしてやらないといけなかったのが、一瞬で修理したり強化できるんで、最強のアイテムですよ。もうこれだけでも十分な探索の、買い合った感じですね。ネイルは一つで。あ、もう夜になってしまった。早っ。俺まだ建物一個しか入ってないのに。よし。うわぁ、外やんけ、これ。びっくりした。これ、こんなとこで外出たらやばいやろ。すげぇな、ここ。でも。あー、マグナムのパーツね。いらねえかな？いらねえんだけどな、別に。すげえな。ここは封鎖しとくか。ゾンビ来てもいえし。よいしょ。ネイルガンの威力を試しそう。よし。ネイルガン行くぜ。これですよ。ワンクリックで。強化可能。最強すぎる。よし。これさえあれば拠点強化もかなりはかどりますよ。これはかなり良かった。すごいな、しかし。とりあえず今日の晩はここで、過ごすことにするか。外に出るのは危険やな、さすがに。音鳴らして、あれやもんな。来られても厄介やからな。あ、ここはどうやろ？ここは外じゃないのかな？ここ破ってみるか。よし、壊れた。ここは何や？あ、何や？外ではない。2階？さらに上に上がれんのか。あ、箱もいっぱいあるぞ。いいね。さらなるアイテムが見つかるかもしれない。どうだ？あ、空か。いらない。ん？ゾンビは来てないか。あー、マグナムのパーツがいっぱいあるな。マグナム作れないもんな。
いらねえかな、マグナムのパーツ別に。これ全部、全種類揃ってるね、ここ4。ここ置いとくか。4種類。確か家にも何個かあったし。あ、またこれか。別にこれ2個いらないんだけどな。これ2個いらねえから。なあ。どうしよう。ここ入れとくか、またこれも。窓上があるっていうのもすげえ施設やな、これ。おー、上の階。わ、でも特にアイテムはないのか。うん、あ、一個あるぞ、箱。おどうだ、おー、ピッケル、来た。緑のピッケル来た。いいね。あとは、リペアキットか。一応持っていきたいな。何いらないかな。いらないもの。あー、ピッケル捨てよう。この、しょぼいピッケルは捨てよう。よいしょ。いいね。ピッケルも緑色になった。これで、さらにはかどるぞ。探索が。いや、しかし、ここめっちゃすごいやん。かなり、しかもこの強固な感じがする。ここ拠点にしても結構戦えそうやね。広いし、上とかもあるし。そう簡単には多分突破されへんよ。すげえな。いいね、ここ。よし、まあ、そうこうしてる間に結構時間が経っているな。もうすぐ、朝になるから、扉を破ろう。よし、開いたぞ。よし、外やから一応、慎重に行こう。車の中になんで、ブルーベリーの種が入っとんね。捨てとくか。空にしとこう、一応。空にしてたら、リスポーンするんで。いずれ、時間が経つと。お、ダクトテープはいいね。すげえな、広いな、この、庭というか、ガレージ的な、駐車場的なところも。で、柵で覆われてるから、すごい、いいね、ここは。拠点にするなら最高の場所かもしれない。で、こっちか、パイプんとこね。あ、あんなとこにもなんかあるぞ。死体が。あれ、どうやって取るの？お、やばい。ジャンプで行こう。よし。あー、マグナムの、別にいらねえな。マグナムのパーツはめっちゃあるんだけどな。レシピがないからな。レシピ覚えたらまた取りに来よう、パーツを。で、ここやんな。オッケー、これで、ここは、オッケーかな。地下から出るか。オッケー、オッケー。いやー、なかなかすごい施設やったな。これ、ここだけでも、この街へ来た回は、十分にありましたね。あ、蜂が飛んでる。ネイルが目使っただけでも十分。あとは、ま、銃かな。銃の武器屋とかがあれば、本屋かな。本屋でレシピが欲しいから。でもこれ、焼けた森ね、本屋とかなさそう。全部燃えてそうやし。お店はないかな？もしかしたら、あ、熊がおる、あんなとこに。危険や。危険はちょっと避けていこう。ここは？車があるだけか。まあ、一回金庫もあるけど、開けんのめんどくさいからいいや。わあ、結構あるな。ショットガン、ショットガン。ああ、これは別にいらんか？うん、別にいらんな。ダメージ低いしな。
もう持てないんだよね。と捨てていこう。もうこんなんいらんわ。捨てよう。もう、ここはもう厳選していくよ。もうパイプもいらん。わあ、これ。これはなかなか。これは結構レアっぽい。出ないんですよね。このアイテム。これ何に使うか忘れたけど。バイクだったかな。バイクの、あれに使った気がするけど。あとは、あれか、ボロボロの家ばっかりなのかな。うん。ないな。特にお店らしきものはないですね。車だけ漁ろうか。いらねえな。マップを見てみると、あ、でもまだ結構下の方、街残ってるな。よし、じゃあ下に向かって。こっちの方あんまり敵がいないですね。まあ、家も一個一個まあ調べてもいいんですが、まあなんせ一日の時間が、短いんで、一個ずつね、やってるとどんどん多分、日付が経って、多分、間に合わないんで、今回は、適当に行きましょう。ないな、でもお店なかったら家ちょっとぐらい調べてもいいけど。ポスト調べよう。はい。ないね、何も。神は別にな。この家は、この小屋、本棚とかあったら、見たい。ここの小屋、本棚ないかな？ないな。ないか。いいや。あー、でも、あ、窓結構奥続いてるな。すげーな。この家なんてもう、だいぶ2階がほとんど崩れてるやん。ゾンビがおるな。来て、木一個って。ここは、ここもあんまりか。車がいっぱいあるけどな。あ、なんかあるぞ。あれは？しっかりした建物が。うわ、なにこれ。ピストルのパーツ。ピストルのパーツはちょっと欲しいな。捨てたい。あ、わ、鉄いらん。急げ。ゴーグルも欲しいけどな。あ、ゾンビが集まってきてる。これなんだ？これでかいぞ。警察署っぽい。檻があるから。警察署かな？あ、こっち外かまだ。外っていうか、横側やった。入り口は横か。おー。これ警察署かな？いいね。警察署なら銃があるはず。多分、高確率で銃が置いてある。かな？お！うわぁ、紫のピッケル、やった！紫。緑よりも品質のいい紫です。もうこれは1個捨てるか。緑、もったいないけど。捨てよう。いや、もったいないな。タイムズ捨てようか。タイムズなんていらねえし。よし。ゾンビは来てないね。オッケー、じゃあ、こう。ぶっ壊して。入り口は一応こう、軽く壁で封鎖しておこう。じゃ、まずは、細かいところはいいかな、調べなくても。
でもつい調べちゃうんだよね、こういうのってね。ここトイレかな。トイレもなぁ、まあ、アルコール、回復アイテムとかがある可能性があるから、調べときたい。どうだ？あー、空かよ。あ、食い物あったわ。食べよう。あ、喉めっちゃ乾いてる。水飲んどこ。あ、ドロップしちゃったよ。捨てちゃったよ、水。缶取るな。缶を取るんじゃない。水を取りたいんだよ、俺は。缶を捨てて。ん？水。あれ？水消えたやんけ。水9個消えたやんけ。あれ取ったのか？取ってないよね。ないよね。クソ、15個しかなくなった。前は。いや、また落として。何してんの、俺。バカじゃねえ。ドリンク、ドリンク。飲む飲む。オッケー。まあいいや。まあ水、予備で持ってきてた方がよかった。あー、汚い水はいらねえな。こっちも一応調べるか。あー、空か。残念。空やな。あ、空ばっかりやん、ほとんど。あ、いらねえよ。よし、じゃあ、まずは目当てのところ行くか。上の金庫室へ行こう。一番の目玉。ここだったかな？こっちかな？こっちでいいか。よし、行くぞ。お、またマグナムのパーツです。ここはあれですね、射撃場ですね。そしてこの金庫、壊さないといけないのがめんどくさいけど。ん？ゾンビの声がする。感づかれたか。急げ。よし、どうだ。おー、なんだ。わー、ピストルね。ピストルか。ピストルは作れないんだよね。結局本がねえんだよ、俺。銃の本は全く俺読んでないんだよね、まだ。だから全然作れないんだよね。そうか。置いとくか、全部。パーツ、ここに。持てないから。置いといて、本を探して、見つけたらここに取りに来ればいいや。やばいな、ゾンビが、音で鍵つけてきたな。侵入されるかもしれない。よし。うわ、それにしても結構なゾンビの声がするぞ。やばいぞ、これは。これはやばいぞ。急げ、急げ、俺。もう壊すか。硬い。こっちやな。やっぱ扉を。ん？やばいやろ、この音。この音やばすぎじゃね？大丈夫か？どっから来んのやろ？怖っ。急げ。とりあえず封鎖しとこう、一応。ほん、ほん。ほんくる、空って。マジかよ。これは、これ一番期待できるとこ。時間かかるんだよね、これ。だから銃がそのまんまで入ってる可能性も高いから。あの、ピストル一丁でいいから入ってくれ。どうだ？なんやねん、これ、ロケットって。頼むわ、ほんま。うわぁ、あんまりやったなぁ。最初のシェルターがかなり豊作すぎて、これかなりイマイチな結果ですね。あれ？ゾンビの声が止んだぞ。去っていったのかな？それなら嬉しいけど。ここは大したのなさそうやな。ゴミを取ってる余裕はないんだよね、もう。あ、お、来た！ショットガンや。ショットガン、ソードオフか。ソードオフショットガンのレシピ。ソードオフはいらねえんだよな。一番いらねえんだよな。まあ贅沢は言ってられへんか。
でもなぁ、いらねえもんはいらねえからなぁ。まあ、いっか、下に降りようとりあえず。ゾンビどもは。こっちだけ最後に見ていくか。よし。お、本があるぞ、本棚。頼む。なんか入っててくれ。いらねえ。マジかよ、本棚はマジで何もなかったな。これだけか。よし。とりあえず外へ出よう、じゃあ一旦。うわ、ゾンビおるわ。そこにおったのね。じゃあ、こっちから出よう。よし、脱出。よし、ちょっと実験したいことがそういえば一個あったんで、このゾンビを、ほい、こっち。このね、柵、板みたいな、柵みたいなやつを、ここに置いて、前、アルファ12の時点ではあったんだけど、あれ、置けない。これ置けなかった、もう実験、もう、あ、いけた。OK。これすれば結構無敵みたいな、アルファ12ではあった技、使えるのかなと思って。使えなさそうやな。攻撃されてる。壊れんのかな？でも比較的持ってるな。耐久値どんなもんやろ。修理できんのかわかんないけど。ああ、でも見れないな。攻撃されてんのかどうかがわかんない。あ、でも意外、持ってる。まあ、ゾンビ一体だからな、あんまり実験にはならないけど。柵にもしかしたら攻撃が当たってなければ、結構な、あれですよ。安全なものになりますね、これは。でも一応攻撃してるからな、あいつ。当たってそうだけどな。まあ、いいか、倒そう。だ。OK。仕留めた。耐久度、あれでも、なんも。まあ、修理とか多分こいつできないんだろうけど。見た目的には全然。あ、でも攻撃したら70。あれ？あ、一発で70、俺の一生ので減るんだっけか。あ、じゃあ攻撃されてなかったってこと？無傷やったってことやんな。多分。ってことは、結構いけるかもしれないですね。この、柵上に詰め上げただけの、バリア。まあ、ゾンビが大量に来たら、まあ、もしかしたら無理かもしれないけど、こういうところでもし襲われて、しのぎにはなるかもしれない。よし、マッチも、ああ、だいたいもう終わりかな。ここはなんだ？ガソリンスタンドか。ガソリンスタンドは別に、そんなに用はないかな。まあ、車だけ漁っていくか。うん、もうアイテムもあんまり持てないしな、どうせ。で、あ、トゲ。入れるぞ。で、
ここら、一回入ったことあるかな？もしかして。最初の頃に。あ、気のせいか。違うか。おぉ、危ない。なんもないと思ったら、トゲが、有刺鉄線があった。で。OK、もう、じゃあ、あと右の方だけちょっと、マップ開拓してから行こう。帰ろうか。やばい、でも夜やな。夜が近づいてきたぞ。時間がないんだ、私には。あー、でももう終わりか。マップの端、いや、街の端やね、これは。あ、外したし。そう。やったか、OK。うん。やばい、もう夜や。夜が近づいてきている。これ無理やな。これは無理だな。もう一回、過ごすか。いや、やっぱ帰ろう。はい、見事に殺されました。殺されて家に強制送還されましたよ。いや、惜しかったんですけどね。もうちょっとのところまで来てたんですが、ちょっとやられてしまいましたね。油断した結果がこれですよ。でも、ある程度スパイククラブで、ゾンビを倒したので、夜でも、スパイククラブさえあれば、戦えることが分かりましたね。そしてまあ、貴重品は一応、イベントリーに入れといたので、あらかじめ。まあ、特に問題はないですね。よし、取ってきたものを入れよう。火がついてないよ、火が。よし、ネイルガンを使って、ちょっと修理や強化していこうかな。うわぁ、すげぇ。うわぁ、すげぇな。うわぁ、すげぇすげぇ。うわぁ、すげぇ。快適すぎる。マジかよ。快適すぎるぜ、このネイルガン。これさえあればもう、余裕や。一人でも余裕やぞ。超はかどる。すげえな。いいね。これでじゃあ、もうちょっと拠点をね、強化したいなと思います。次回は。では、それでは、今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。